はい、というわけで皆さんこんばんは。知ってるか知らねえか知らねえが魔法使い開封大好きヨシヒロでございます。今日はですね、4月23日発売の最新セットカルドハイムじゃなくてストリックセイブのね、情報がね、公開されたんで、それを皆さんにお伝えしていこうと思います。で、このストリックセイブなんですけど、ストリックセイブ魔法学校ってね、学院か、魔法学院ってね、名が付くように、そう、魔法学校をね、テーマにしてるから、で、魔法学校といえばね、皆さんもハリーポッターとかでね、馴染みが深いと思うんですが、そんな感じでね、ハリーポッターだったら4個のクラスがあったじゃないですか。グリフィンドールにスリダリンに、レイブンクローに、あともう一個あると思うんだけど、そんな感じでね、今回このストリックセイブンでも、その4個のクラスじゃなくてね、5個の大学が出てくるんですよね。というわけで、その各大学ごとに、テーマがあって、そういう魔法学校好きにもたまらないし、あと単純にね、その5個のテーマっていうのが、今回対抗色をテーマにしてるんですよね。だからその白黒とか、赤青とかさ、青緑とか、あと2個なんかあると思うんだけど、そういうね、そうカラー好きにもたまらないし、あとウィザードもね、たくさん出てくると思うので、そういうね、部族恩恵とかも多いセットだと思うので、いろんな意味でね、期待たっぷりのね、セットカルドハイムじゃなくて、このストリックセイブンのね、情報を今からお伝えしていこうと思います。で、このね、情報を調べするのはね、こちら、マグルの道具、iPad でな、iPad めちゃめちゃ便利だからな。iPad はもう魔法使いでもね、これを超えるね、魔法はね、ないとね、悟ったからね、iPad を使うことにした。で、このね、公式サイトがね、洒落てんだよな、ちょっと待って。この洒落たページをね、今から出すから。そう、これね、雰囲気たっぷりなんだよ。このストリックセイブン大学では、それぞれ名を冠する、エルダードラゴンによって、設立されましたと。で、この創立者たちは、魔法と知識の権化であり、どの大学も創立者の理念と魔法の性質を守るべく、励んでいます。ここでは創立者に会う機会はありませんが、運が良ければ3月のオリエンテーションで会うことができるかもしれませんっていうので、なんかね、ディズニーランドみたいな、そういうちゃんとね、その世界の、雰囲気をね、壊さないね、これ説明があるのね、3月のオリエンテーションで会えるかもしれませんっていうので、なんかこれだったらね、会えなくてもね、なんかそんながっかりしないし、会えたらやったーってなるからね、そういうなんかテーマパーク感をね、忘れないマジック・ザ・ギャザリング最高だね。というわけで、この大学選びはね、くれぐれも慎重に今から考えておきましょうって書いてあったんで、この5個のね、大学についてね、今から紹介していきたいと思います。まず1個目、ロアホールド大学。ロアホールド大学はね、赤白のボロスカラーの大学で、ロアホールドの魔導士は熱心な研究者と大胆な冒険家ですと。だつまり、もうロアホールドの奴らは、その知恵と魔法だけじゃねえと。その腕力もあるんだと。だからインディ・ジョーンズみたいな、見た目もいいし、マッチョだしみたいな、多分そういう奴らの集まりなんだと思う。で、歴史に熱中する情熱的な学者は、考古学の工芸品に埋もれながら歴史的人物の魂を召喚するなどして、過去について研究してますと。あ、なるほどね。だ工芸品から、なんかなんつうの、残留思念みたいなのを呼び出して、だそれからなんかいろいろ過去を研究したりしてるそうな。で、ある生徒にとって過去はじっくりと研究する価値のある味わい深いタペストリーだそうです。で、また別の生徒にとってはタペストリーをマントのように、羽織り忘れられた墓所へと飛び込みますと。だからなんかすごいね、じっくりと歴史を学んで楽しむやつもいれば、もう歴史はなんかおしゃれだみたいな感じなので、着て外に行くやつもいると。で、彼らのモットーは石を残らずひっくり返して探せ。なるほどね。だからもうその外にあるその過去っていうもう情報はもう全部俺らの知識だみたいな、そういうなんか荒々しさと、ちょっとその知性もあるっていうのが、ロアホールド大学だそうです。というわけで、ロアホールドのね、強力な魔術の一例をお見せしましょう。というわけで、1枚公開されました。ロアホールドの命令。というわけでね、今回ね、命令サイクルがね、やってきましたね。この命令サイクルは、タルキールであったんですよね。その竜の命令サイクルが5種類あって、で、その命令サイクル5個のうち3個はね、強かったんだよね、そのタルキールの命令。で、その強かった理由がね、共通してて、その強い3個はね、全部軽かったんだよ。だ今回も、この命令サイクルね、なんか重いのはね、弱いんじゃないかっていう気がするんだけど、とりあえず1枚目、このロアホールドの命令っていうね、5マナっていうね、激重の命令からね、紹介したいと思います。で、このロアホールドの命令は5マナインスタントで、以下から2個選ぶと。で、赤白の3にスピードクリーチャートークン1匹生成すると、これね、なんか未だかつて見たことがないサイズ感だな。とんでもねえし、3にっていういびつだし。で、ターン終了時まであなたがコントロールするクリーチャーすべてはプラ1プラ0と破壊不能と速攻やると。あ、なんかこれ赤でもよくある感じだな。全体強化と速攻と。ただ破壊不能がつくからちょっと白っぽいよね。で、3つ目がクリーチャーかプリンズウォーカーかプレイヤー、エニーターゲット1つに3点与えて3点回復っていうね。いつまで経ってもね、もうボロスのね、特権であるこの稲妻の螺旋が搭載されてると。で、4個目がパーマネント1個生きに捧げて、その後カードを2枚引くっていうので、なんかあんま赤でもね、白でもないっぽい能力なんだけど、なんか公式のね、声明で、なんかこれから白にはなんか特殊条件でカードを引かせるような能力を、なんかそのテーマに与えたいみたいに言ってたから、このパーマネント作って2ドローっていうのは、なんかその白の両分なのかな。というわけで、ロアホールドの命令はね、5マナってかなり重いんだけど、アドは取りやすいね。そう、相手のアタックに対して、その3にぶつけて、ブロックで除去したりもいいし、3点火力で打ち取ってもいいしっていうので、アドは取りやすいんだけど、ちょっと重いよな。インスタントだからね、どうだろう。
前回のね、まあ、命令はね、もう4マナと5マナはね、もう全然役に立たなかったから、ちょっとそれ考えるとラーホールドの命令はね、なんか前回のね、その使われなかった2個の命令を彷彿させるから危なそうな気がするけど、まあでもね、そのロアホールドっていうのはね、まあどういう大学かっていうのをね、まあこの4個のね、能力の中にね、ちゃんと散りばめてあって、まあカードとしてはね、面白いなと思いました。というわけでロアホールド大学でした。で、次、プリズマリ大学。プリズマリ大学は、イゼットからの大学で、プリズマリの生徒は芸術を好み、魔術を最高の自己表現の手段と考えておりますと。なるほどね。で、彼らの呪文は、創造性や、これ漢字読めないわ。なんとかや、なんとかの芸術表現なのですと。で、プリズマリにとって世界のすべてが芸術の舞台であり、彼らの生み出す芸術が計算によるものではなく、感情の赴くままに作ったもので、常に強い印象を残しますと。で、彼らのモットーは精霊とともに自己表現をです。なるほどね。まあ、芸術とは爆発だみたいな。まあ、そんな感じのが、まあ、プリズマリと。で、プリズマリの強力な魔術の一例をお見せしましょうということで、まあ、プリズマリの命令が公開されたんですけど、まあ、プリズマリの命令はね、3マナってかなり軽くて、まあ、結構期待できますね。まだインスタントで1個から2個選ぶと。で、1個が2ターゲットに2点与えると。で、1個がプレイヤー1人を対象として2ドローと2ディスカードと。で、3つ目がプレイヤー1人対象として宝物トークン出てくるのと、で、4個目がアーティファクト1個破壊するっていうので、まあ、かなりアド取りやすいっていうか、これあれじゃない？もう完全になんかさ、コラガンコマンドのコンパチじゃない？ そうね、だってコラガンコマンドは、まあ、アーティファクト破壊と、まあ、そのクリーチャー2点ですごい強いみたいな印象だったから、その2個をね、搭載してるっていうのは、もう強いことが確約されてね、もうコラガンコマンドは、強かったことから考えると、これプリズマリの命令は、もうもう強いことが約束された命令なんだけど。っていうか、なんならさ、コラガンコマンドより強いんじゃない？まあ、コラガンコマンドの残りの命令、なんつうの、モードが、ハンデスとクリーチャー回収だったから、それがね、まあ、2ドロー、2ディスカードか、宝物トークンっていうのは、なんかこっちの方が使い勝手良さそうな気するから、まあ、アドの取りやすさだったらコラガンコマンドの方が、まあ、除去して回収とかできたからいいけど、まあ、トレジャーとかね、結構その、馬鹿にならないからね、1マナ出るっていうそのテンポ感は。というわけで、プリズマリの命令はなんかもういきなりやべえカードなんじゃないだろうか。ただ、アーティファクト破壊っていうのがね、あんまスタンダードにおいてはそんな壊したいアーティファクトって、まあ、今だとグレートヘンジとかあるけど、そこまでないから、まあ、主にね、そのサイドに入れといて、まあ、活躍を期待するみたいな動きになるんだろうけど、まあ、下環境にね、行けば行くほど強いアーティファクトが多いので、そういう意味で、まあ、プリズマリの命令はもうかなりやばいカードなんじゃないでしょうか。というわけで、プリズマリ大学でした。で、次。で、次は、クワンドリクス大学と。で、クワンドリクス大学はシミックからの大学で、で、クワンドリクスの魔導士は優秀な数学魔法士ですと。で、幾何学模様、フラクタル、対称性を研究して、自然の原理で、統率しようとしています。彼らなら宇宙のなんとか性質について考えながらルービックキューブを解いて円周率の全ての数字を逆から暗唱することってできるでしょ。こいつ円周率解いちゃった 円周率割っちゃった。で、彼らのモットーは数学こそ魔法ですな。なるほどね。ちょっと気難しい感じの、ちょっと頭いい子ちゃんの集まりがクワンドリクス大学と。で、クワンドリクスの強力な魔術の一例をお見せしましょう。というわけで、クワンドリクスの命令で、クワンドリクスの命令は、3マナでインスタントだからちょっと、ね、期待できそうなんだけど、クリーチャー1体かプリンスウォーカー1体をバウンすると。で、もう1個がアーティファクトかエンチャント呪文を打ち消すと。で、3つ目がクリーチャー1体対象としてプライチカウンター2個乗っけると。で、4個目がプレイヤー1人とそのプレイヤーの墓地のカードを3枚対象としてライブラリに戻して切り直すっていうので、まあ、めちゃめちゃどうでもいいのが最後ついてるわけだ。この3枚戻して切り直すってさ、何に役立ってんのかな？なんか全然わかんないよな。そうね。なんかもうデッキがないみたいな時はもう無理やり3枚にすることもできるし、なんかこれ追放されると困るみたいなカードがあった時は守ることもできるから、ちょっとなんか限定的なまあ4個目は、まあ、さておき、まあ上の3つはね、ちょっとおもろいね。まあクリーチャーかプリンズウォーカーしかバウンスできないかな。これパーマネント何でもできたらさ、まあ戦闘とかでね、なんかうまいことバットリとかで役立てたりもできるんだけど、まあクリーチャーかプリンズウォーカーなんでね、そのあんまエンド前とかに戻しても、てかエンド前とかその戦闘中とかに戻して美味しいことがないから、なんかまあ見た目以上に取れるアドバンテージもテンポもないからね、まあ微妙っちゃ微妙なんだけど、まあ打ち消しがあるからね、まあアーティファクトがエンチャント限定だけど確定打ち消しだから、まあここがちょっと強いかな。で、まあそれのおまけで、まあプライチカウンター2個乗っけるっていうのが、無難なとこじゃないかな。まあ確定打ち消し&その戦場にいるクリーチャーでかくするか、まあ戦場にクリーチャーいないんだったら相手のクリーチャー戻すっていうので、そのテンポとなんか相手のカードアドバンテージを奪うっていうので、クワンドリクスの命令はね、なんかすごいね、地味にまとまってるね。ただ地味な強さを発揮しそうなので、まあ結構期待したいカードと思いました。クワンドリクスの命令。で、次。で、これはね、もう男の子が大好きすぎるね、この見た目。シルバークイル。なんか完全になんか
闇の魔術師みたいなさ、スリザリン感満載なこのシルバークイルなんですけど、オルゾフカラーの大学で、シルバークイルの魔導士は鼓舞する激闘の歌や相手に突き刺さる難解な、これ何、罵倒などを駆使して、言葉の魔法を紡ぎますと。何こいつら、口だけ政治みたいな感じなんで、スタイリッシュで威圧的で、常に競争相手を求める彼らは、切れ味の鋭い頭脳と、良くも悪くも高いカリスマ性を備えた生まれながらのリーダーです。彼らのモットーは、鋭いペン先、さらなる英知です。ああ、なるほどね。なんか言葉で相手を威圧するっていう、なんか口プレイが達者な奴らなのな。なんか思ったのとちょっと違うな。なんか闇の魔法と光の魔法を兼ね備えてますみたいなのじゃないんだね。で、シルバークイルの強力な魔術の一例をお見せしましょう。というわけで、シルバークイルの命令、4マナ、ソーサリー、ソーサリーダメだろ。4マナの段階で結構さ、うわーと思ったんだけどさ、ソーサリーかー。というわけで、なんかポーズはさ、これ結構ハリー・ポッターで見たことあるよな。なんかあれなんだっけ？デスイーターみたいなさ、なんかそういう集まり感を感じるけど、どうなんだろう。4マナソーサリーで4個から2個選ぶと。クリーチャー1体対象として、プラ3と飛行修正。これあれじゃん、一番最初のペースのプラス能力じゃん。って考えると微妙だな。で、もう一個が墓地からクリーチャーの、そう、マナの総量って言葉に変わったんだよね。点数で見たマナコストっていう言葉が分かりづらいからなのか、なんかね、マナの総量っていう言葉に変わって、まあ、墓地から2マナ以下のクリーチャーをまあ釣れると。で、3個目がプレイヤー1人を対象として、まあ、プレイヤーはカードを1枚引いて1点ライフ失うと。で、4個目が対戦相手1人対象として、まあ、そのプレイヤーはクリーチャー1体削ると。うわ、微妙じゃない？これ。ちょっと待って、なんか、一番どうにもならなそうな気するんだけど、シルバークイルの命令。なるほどね。そのシルバークイル組は、もうその代わりにかっこよさをいっぱい持ってるから、なんかその足りないカードパワーは、その見た目で補いみたいな。なんかそういうのをね、もうこのカード1枚からなんか言われた気がする。 はい、というわけで、シルバークイルの命令はこれソーサリーなんだな。ちょっとね、なんか、この2個が強いよねみたいなのがなんかあんま思い浮かばないから、なんか純粋に結構微妙だなと思いました。シルバークイル組、シルバークイル組さ、見た目こんなかっこいいのに命令これがちょっと残念だったな。で、最後ウェザーブルームで、ウェザーブルーム大学は、ウェザーブルームの魔導士は生物学を専門とする武骨者です。何それ。 彼らは自然を育むにせよ、搾取するにせよ、生物の本質からパワーを引き出します。なるほどね。その自然を、とりあえず愛してると。で、ゾンビ湾に乗りこなしながら、薬品を作るために薬草を採取したり、沼にたむろして恐ろしい冗談を言い合ったりします。なんだよ、恐ろしい冗談を言い合ったりするって何？別にプライベートなワンシーンじゃん。いいじゃん、そんな。で、彼らのモットーは、自らの手で取り組め。なるほどね。その自分でもう研究してやれと。その本に書いてあることを調べて、その答えを探すなと。自分で答えを見つけるな。俺結構これは好きだな。で、ウェザーブルームの強力な魔術の一例をお見せしましょうということで、ウェザーブルームの命令が公開されました。ウェザーブルームの命令、2マナって激カルだから結構期待なんだけど、どうなんだろう。プレイヤー1人を対象として、そのプレイヤーはカードを3枚切削して、その後墓地から土地カードを1枚回収できると。ああ、なるほどね。で、まあ一応、切削多分自分に打つよね。自分に打って、自分でその墓地肥やした後、まあ回収するっていうので、まあ基本的には自分に打つな。で、あと2個目がマナの総量が2以下のクリーチャーでも土地でもないパーマネント1個対象としてそれを破壊すると。ああ、なるほどね。まあクリーチャー殺せないと。まあその代わり、まあ2マナ以下のさ、置物ってさ、下の環境に行けば行くほど強いのあるから、まあそうね、まあ、エンチャントだったら、まあ、レストインピースとか、まあ、アーティファクトだったら、まあ、無のロットとか、まあ、プリンズウォーカーだったら、まあ、ティボルトか、まあ、連録 どっちかを壊せるから、あれね、プリンズウォーカーのティボルトね。はい、というわけで、まあ、2マナ以下っていうね、まあ、スタンダードだとあんま壊したいもんないけど、これ下環境必要そうだね。で、3つ目がクリーチャー1体対象として、マイナ3マイナ1修正と、あ、ちゃんとタフ1削れるのでかいね。なんかタフ1殺せると。もうこのさ、真ん中の2個めっちゃ偉いじゃんね。だから、なんか適当な置物プラス、なんか相手のタフ1生物とかやっちまったらさ、もうとんでもないテンポダードの稼ぎ方だから、この2個の段階でもう下環境で強いことが割と確約されてんじゃね？で、最後。で、最後は対戦相手1人対象として、まあ、2点ドレインと。あ、でもこれも馬鹿にならないね。すごいシビアなさ、ライフレースしてる時とか、もうあと2点みたいな時はさ、この2点超でかいから、なんかね、この命令サイクルって割と使わない1個があったりするかもしんないけど、この最後のね、やつはね、ちょうどいい感じで、なんかスパイスになってるね。あ、この2点のおかげで勝ったみたいな試合ありそうなんで、ウェザーブルームの命令がなんか今んとこ一番やべえなって感じがするな。まあその下環境限定だけどね、なんかスタンダードでさ、その2マナの置物とかあんまないからさ、まあ気にならないけど、なんか下環境的に変えてきそうな、まあウェザーブルームの命令と、あれさっきのイゼットカラー、イゼットカラーなんだっけ名前。
プリズマリか。まあ、この2個はね、かなりいいなと思いました。はい、というわけでね、一応まあ5個しかカード公開されてないけど、まあそのね、5個の大学の、なんか雰囲気とかがね、伝わるカードだったんで、まあめちゃめちゃ面白かったです。というわけでね、この5個だけでももう十分お腹いっぱいなんだけど、なんとね、これに加えてね、めっちゃでかい情報がね、1個解禁されたんですよね。で、それがね、ミスティカルアーカイブって言って、今回ストリクセイブンでは、なんとね、1パックに1枚、その特殊加工された状態で、その過去のセットからのね、人気スペルが1枚入ってるらしいんですよね。ただね、このカードはそのスタンダードで使えないっていう制限があるんだけど、リミテでは使えんのよね。だからさ、まあ、今回公開されてんのが、悪魔の教授者と選択と、まあ、剣をスキーなんで、この3つしかないんだけど、なんだろう、まあ、これさ、前マスターピースってのでさ、スタンダードで使えないけど、まあ、リミテで使えますみたいなさ、仕様があってさ、まあ、あれも面白かったんだけどさ、あれって言うてさ、3ボックスに1枚とかしか出ないのよね。だから本当にさ、もう滅多にない仕様だから、使われることなかったんだけど、今回のね、このミスティカルアーカイブは1パックに1枚必ず入ってて、で、しかもさ、悪魔の教授者とかさ、剣をスキーとかさ、かなり強力な呪文じゃん。てかその剣をスキーなんか、その1枚の白立ってるだけで、戦闘やめようかなとかさ、いろいろなんか考えなきゃいけないから、ね、これはね、めちゃめちゃでかいよね。その、リミテって割と俺の中で、そのマジックのなんか一番面白い分野かもしれないと思ってる部分なんで、まあそういう部分をね、こういう風にして、ちょっと面白くね、調整入れてくれるのはいいなと思いました。あと単純に悪魔の強者が1枚欲しかったんで、めっちゃ嬉しい。はい、というわけで、このね、ミスティカルアーカイブっていうのを駆使して、まあ、過去の人気カードが得れるっていうね、まあ、そんな感じでね、この興奮高まるミスティカルアーカイブなんだけど、まあ、ね、これに加えてね、もう一個すごい情報が解禁されて、なんとね、今回、日本語限定版のミスティカルアーカイブっていうのもね、収録されるっぽいですよね。で、悪魔の教授者がさ、公開されてたんだけどさ、もうバリクソかっこいいよな。もうやばいかっこよさでさ、うお、こんなん手に入るんだと思って、ちょっと興奮した瞬間、あること気づいたのでね、なんかゾッとして、あれ俺なんかこれ見たことあると思って。で、それ情報読んでったら、この日本語限定版のミスティカルアーカイブは、日本語パックから2分の1の確率で、登場すると。あれこれめっちゃ聞いたことあると思って。でしかも多分フォイルバージョンもあるわけじゃん。皆さんこれ何を意味するか分かります？闘争対戦の始まりですよ。また闘争対戦の天野リリアンとさ、もう全く同じその出現率なわけですよ。その日本語限定だし、しかも2分の1だしっていうので、だからこの悪魔の教授者のさ、フォイルとかさ、やばい値段になると思うのよね。だからその闘争体制の時とかさ、その日本語限定でしか手に入らないその天野リリアナってのがさ、まあ、どれくらい希少かっていうのがいまいちピンときてこなかったからさ、最初15万って高いなと思ったけど、まあ、今考えたら15万なんかめちゃめちゃ安いわけじゃん。だから今回もその仕様で収録されるこの日本語限定のミスティカルアーカイブはかなりやばいんじゃない？悪魔の教授者のさ、この限定フォイルとかさ、相当ね、入手が難しそうだから、ちょっとこれね、注意して買わなきゃいけないですね。ただね、それに加えてこれいいニュースなのか悪いニュースなのか、まあ、ミスティカルアーカイブは、その1パックに必ず1枚入ってんだけど、コレクターブースはね、3枚入ってんだよね。この仕様やばいよな。というわけでね、まあ、今回はね、コレクターブースはね、バカ嬉しそうな感じがするので、まあ、俺なんか一応動画撮るためにね、1箱でもいいから欲しいと思ってるからね、ちょっと買えなかったりするとね、かなり面倒なので、まあ、コレクターブースターね、予約はね、かなり早い段階にしようと思っております。はい、というわけでね、以上がね、ストリクセイブン魔法学院のね、公開された情報のまとめでした。で、今回の動画で俺語ってないこととかでね、なんかこういう情報あるよとかあったらね、ぜひコメントとかまでよろしくお願いします。で、あと、まあ、もしよかったらね、このチャンネル登録して、まあ、今後もね、ストリクセイブンの情報を公開されるたんびにこういう動画、発信していこうと思うので、まあ、よかったらチャンネル登録&高評価して、これからも追ってみてください。それでは皆さん、また次のね、ストリクセイブンの情報解禁の時にお会いしましょう。さよなら。